はい、ここが取り付き、ちゃんとお正月モードになっております。食べれるかなこれ。もうちょっと右側の奥に行くと、ボルトルートだね、ちゃんと。あ、何本かルートあるねこれ。ロープが細いから本当転落の時はちゃんと止めてね。ああ、頼んだよ。マジで頼んだよ。ロープ。これ2ピン目か。ロープ。はい、オッケー。恐怖心がこの長くさせるの、これを。ロープ、うわっ、えい、ふう、なんだ、ここの足がね結構細かいんだよ。足をチェンジして、あ、そうだよね、よいしょでこう行って、細かい、はい、よいしょ。すげえ、足を見落としてんだよな結構。ロープ、はい、えい、ゲイ、あー、この靴だと怖え、滑りそう、滑りそう、掴む、よくない、やべえじゃん。ここか、足をチェンジ、よし、おいおい、よいしょ、ロープ、ふう、靴がちゃんとした靴だったら全然簡単なルートなんかもしれない。ちょっとわからない、正直。え、今のあなたあくびしてた。そうだよな、よいしょ、この最後の動きは結構怖え。いくよ、ふっていっちゃった。到達。じゃあこの資材置き場の最初のリングボルトがあるところの、フェイスチックなスラブから登っていきます。指でよろしく、はい、うん、これクライミングシューズ履いてないと怖いと思うよ、だいぶ。足は乗っかんないよ、ね、うん、あ、いてて、腰が痛くて。
よいしょ。あ、そっか、ここに支店があるっつったっけ。ここまで来ちゃえば支店いらねえかな。でもどこまで行ったら一応じゃあ取っておきましょう。へい、よいしょ。あ、写真撮って撮った？ちゃんと撮った？よいしょ。まあ4級だな。ああ、クライミングシューズ履いてれば4級に感じるはず。ちゃんとハーケンあるね。もうここまで来れば傾斜も緩いし簡単だよ。最初だけ短くピッチ切るね。頑丈な感覚があるんでここであえて切りました。そこはさっき登った壁ですな。ルートは6本ぐらい確認できましたが、多分もっと見ればもうちょっとあるんかもしれない。ガンバー。じゃあ行きます。2ピッチ目、はあ、腰が痛い、はあ、ハイステップしちゃうとダメだな。ああ、クライミング一番ダメかもしんねえ。ああ、なんもねえよ。そういえば言われてみればしてないね。ないね。トラバス、おー、危ねえ、危ねえ、岩が取れた。あー、怖い。こういうことがあるからな。ほら、今のはちょっと怖いわ。あ、なんか1個もらえて取れたら、そう。あ、この辺の岩は特に脆いんだな。の危ねえな今の。本当にもうじき枯れそうな松に1個かけとくわ。なんかハーケンとかないんかね。急になくなったな。陥没。取った。わあ、草が邪魔でね、マダニが怖え。ここで切ろう。じゃあここから3ピッチ目です。路岸が出てきて、まあ、っすぐ登っていけるような雰囲気ですな。さっきみたいなポロリはちょっと冗談じゃねえな。でも、はい、ビリよし、よろしく。ちょっと脆いかなこの岩。写真撮って。ああ、安定してる。なんかボロッといきそうね。ふう。よいしょ。あ、視点取ってねえや。そういえば一応取っとくか。あ、こっちで合ってるわ。また木が切られてる。あ、
3ピッチ目の路岸を越えたら右上にトラバースしてくるルートがあるので、ここは歩きです。ところどころやっぱ木が切ってあるみたいなんで、切られた木があれば合ってるということで。